皆さんこんにちは、ゆずきゆかりしずくです。やっほー、モニトロパークだよ。ねえねえ、今日は何を見るの？ダメだよあかりちゃん、最初は挨拶しなきゃ。あ、そうだった。皆さんこんにちは、キズナあかりつぼみです。今日はジブリパークがオープンする前にもう一度だけモリコロパークの様子を見ておこうと思ってやってきました。さっきジブリパーク駐車場はこちらって案内があったね。オープンは11月1日だよね。そのはずだけど嫌な予感がするわね。調べてみるわ。あ、聖戦に外れた内覧会、昨日と今日だったのね。昨日は愛知県民限定、今日は全国 OK の日ね。駐車場の空きがあってよかったね。あ、ビニモが走ってる。時刻は9時50分。ジブリパーク内覧会のお客さん、モリコロパークへ遊びに来た人、いろいろな人がいるけど、人混みで大変な感じではないわね。ジブリパークは完全予約制だからパニックにならなくてよかったね。道路も渋滞してなくて快適だったしね。エレベーター棟も養生が撤去されて完成状態だけど、とりあえずリニモの駅の方へ行きましょう。公園入り口のゲートも見たいしね。この辺りはお土産物屋さんやカフェとかできるみたいだね。なんかコンビニもできるみたいだからお弁当も買えそうだね。さて、正面ゲートが見えてきました。このゲートのデザインを担当したのはスタジオジブリだそうです。真ん中は愛知九博記念公園、左はモリコロパーク、そして右はジブリパークだね。では高いところから北口の広場を見てみましょう。前回来た時はこの辺りはまだまだ工事中で埃っぽかったけど、綺麗になりましたね。ビニモで来た人はさっきのエスカレーターで降りてゲートをくぐっていくから、この景色を見られる人は少ないだろうね。工事中の魔女の谷は何か見えないかと思ったけど、この建物だけだね。オープン前のもののけの里、魔女の谷、それと幽霊区画の青春の丘、どんどこ森、ジブリの大倉庫、
それらジブリパーク以外は自由に歩けるようになったわね。前回は立ち入り禁止だらけだったよね。それではエレベーター塔を使ってジブリの大倉庫方面へ降りていきましょう。あ、何かいるよ。あれは確かカカシのカブー、ハウルの動く城のキャラよね。エレベーター塔は内部の養生も取れて綺麗になっていましたが、人が多くて内部の撮影はできませんでした。あらかじめご了承ください。見えてきたのは青春の丘にある地球屋です。チケットがないとは入れないけど、こんな近くで見られるのは嬉しいですね。実は耳をすませばはまともに見たことないんだ。カントリーロードはジョン・デンバー以外は嫌な人だから。ちょっとあかりちゃん、幼女のくせに趣味が渋すぎるわよ。うん、オリビア・ニュートン・ジョンのなしだよね。まあ、中の人は、還暦も過ぎた老害だから、こんなもんよ、かっこ、笑い。ダメ。中の人の話だけはしないで。この先は工事中のもののけの里があります。ちょっとだけ様子を見てみましょう。わあ、お花が綺麗だね。万博とかジブリパークでイメージを改ざんされているけど、本来は県営の公園ですからね。県民の憩いの場でもあるべきなんです。そうなるとジブリパークを誘致するために月税を使っているのかな。個人的には賛成だけど、ちょっと気になるね。経済波及効果とかを鑑みれば県にとってもプラスだと思います。でもまあ
日本を貶める展示に血税を使った知事ですからね。天気が良くて気持ちいいね。気持ちいいというより暑いんですけど、10月中旬なのに T シャツ1枚じゃないと暑くて倒れそう。あの仮囲いが見えてる先がもののけの里だね。さすがに覗くことも難しそう。コスモスが綺麗に咲いているわね。遠くにエレベーター塔や地球屋が見えて、この辺りは絶好のフォトスポットね。この向こうが魔女の谷の工事現場。キキの家やグーチョキパン店、ハウルの動かない城とかができるみたいよ。ここが一番楽しみ。資材不足で工期が延びちゃったのは残念だよね。めぼしいものは何も見えないね。灯籠門。遊郭の門から料亭の門へと遍歴を持つこの門は、取り壊しが決定したため、スタジオジブリが譲り受け愛知県へ寄付しました。千と千尋の神隠しの部屋を彷彿させる作りですね。山越えてサツキとレイの家へ向かっています。どんどこ森のチケットがないと近くへ寄れませんが、遠くから眺めることは可能です。
日本庭園を眺めながら先へ進みます。時間のある時はゆっくりと散策すると良さそうですね。さつきとめいの家の近くに来ました。ここからじゃ見にくいね。やっぱサイクリングコース沿いの展望塔へ行くべきかな。ってことで登ってきましたが、階段はもういいや。エレベーターにしましょう。ところは葉っぱが落ちた冬の方が見通しがいいね。でもまあなんとか大事なところは見えたからよしとしよう。あとはジブリの大倉庫を近くで見たら帰ろうと思います。こういった里山っぽいところも散策できるのがこの公園のいいところですね。そこら中にトングリが落ちていて、今にもトトロが現れそうだったよ。ハチに注意の立て札にはビビったけどね。この辺りもゆっくり散策すれば気持ちよさそうですね。今日は昼までにここを出て長久手古戦場へ行く予定なので先を急ぎます。ジブリの大倉庫とスケート場の建物が見えてきました。右に見えるのは園内無料バスです。うまく利用すれば楽ができます。隣なのに中がよく見えないね。後で向こう側も見てみよう。
待ちの人がたくさん。いいな、みんなチケットが当たったんだ。今日は全国から来ているはずだよね。まあね、ほぼ地元の私らは焦ることないし、ゆったり構えましょう。まあそれが正論だけど、内覧会で取材して真っ先にジブリパークの動画をアップしてアクセスを稼ぎたかったのが本音。うん、 YouTube やってる人の佐賀だよね。こちら側は反射がひどくて向こう側より中が見えないね。ロボットさんまた会おうね。前回来た時は曇天で、エレベーター灯も表情がしてあったので、今日は写真を撮り直したいと思います。しばらくお付き合いくださいね。想定外の内覧会開催日でちょっと焦ったけど、普通に楽しめたね。気候もよく、一般の来場者もたくさんいたけど、混乱もなくうまくコントロールできてたと思います。当チャンネルとしてはジブリパーク自体の取材は全く予定が立っていませんが、いつか必ずと思っています。大切に待っていてくださいね。この日は、この後、長久手古戦場へ取材に行きました。その付近には、長久手城跡もあるので、お城巡りも書いてもいます。例によって、石碑だけの城跡ですけどね。少々動画のストックがあるので、この日の続きは、かなり後となりそうです。歴史物は勉強が必要なので、後回しになってしまいます。チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画や観光案内を題材として、音声合成ソフトによる愉快な会話で構成し、視聴者様と共に楽しめる動画を目指しています。この動画を気に入ってくれたら、高評価ボタンをポチリとしてくださいね。チャンネル登録していただけば最新の動画などにアクセスしやすくなりますし、嬉しくてさらに頑張ります。ぜひチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。モラトリアムの中、手に得た聞こえた出会えた仲間、流れていく時の中で見つけた夢、これ過ち許せないことがいくつもそこから込み上げてくる。命をかけて生きている人の影で僕らは笑ってる。教えて
が解くまずはさ、大人はいつだってそうだ、経験則だけで物語る。本質が見えた時には僕ら若さを失っている。いかんせん